はい、皆さん、こんにちは。しゃべりすぎゲーマーにようこそ。ようこそ。はい、ようこそ。はい、ということで、今回は珍しく私が、司会をやってきます。 IGN JAPAN の今井です。はい、他は、はい、シナリオライターの鏡としんです。よろしくお願いします。はい、じゃあ、はい、ジャンル複合ライティングの笠井はじめです。よろしくお願いします。はい、ということでね、意外と珍しいメンツですね。初めてのメンツですよ、皆さん。そうですね。そうですね。はい、なんだかってことでは、今井さんとは結構話すけど、そうそうそう、喋りすぎではなんか久しぶりぐらいですかね、すごく。そうですね、多分今まであまりなかったと思いますが、まあ今日のテーマは、こちらになります。ゲーム内の貴重なアイテムやお金は使える使えないということで、まあ皆さんのゲームプレイスタイルの話にはなってくるとは思うんですけど、まあいろいろとあるここの、お金を使える使えないのを、まあ、現実の、お金の消費のスタイルも含めて皆さんにお聞きしたいということです。これもともと笠井さんが言い出したことなんで、笠井さんに一度趣旨を、あ、そうですね、説明していただけますか。最近俺 FF16 やったんですよ。まあこの前、鏡さんと倉部さんのところに、ちょっとしゃべりすぎで出たときに、なんか、二人がめちゃくちゃ熱中してるとき、俺黙るしかなくて、その時点で、と言いますと、あの時点で俺やってなかったんですね。で、まあ焦ってちょっと、実際こんだけ16が紛糾してるし、まあちょっとやってみるかみたいなんで、まあやってる中で、改めて自分の RPG の傾向を、すごい直面することになったんですね。っていうのは、貯めた金を全然使えないな、みたいな気持ちになるっていう。うん、16ってやった人はわかるけど、あれ別に金、そこまで使うか使わないか、どっちでもいいんじゃないか、みたいになる瞬間が多いゲームだと思うんですね。だから、1万円のエリクサーとかバンガン買えばいいじゃん、みたいなの、理屈ではわかってるのに、なんか買えないんですよね。なんか、まだなんか、貯めてたらちょっと他にイベントで使うことあるんじゃないか、なんかこんなでかい隠れ家だ、なんか拡張するのに5万ギルが必要ですとかイベントとかあるんじゃないかみたいな、なんか予期不安みたいなのがあって、金使っちゃうとなんか未来に起こる何かもっといい選択肢みたいなのが選べる可能性減るんじゃないかみたいな不安みたいなのがあって、なんか使うのためらうんですよね。もう、なんか2万の楽譜とかあるから買ったらいいんちゃうかみたいな気持ちになると思うんですけど、ここ、鏡さんどうなんですかね？ 16 やってるとき、金ガンガン使えたかっていうの聞きたいんですけど。まあ、僕結構 RPG 大体エリクサーバンバン使うし、お金もバンバン使うタイプなんで、そこは普通に、16でも超使ってましたね。はい。てか、それは、なんか、ためらうのは勝手にそういうことがあるんじゃないかってためらうんだけど、なんか使わなかったら装備品が揃わないとか、そういうわけでもない、うん、ギリギリ、装備品を変えるまでは OK なんですよ。うん、で、なるほど。なんか余剰みたいな感じでもっと買い揃えて、ね、消費アイテムとかは買いたくないとか？あれってそうですね。あんま買いすぎないぐらいにして、なんかちょっと貯めちゃうみたいな。癖みたいなのがちょっとありますね。うん、それは現実的な生活においてもそうなんですか？そう。これね、フリーのさ、ライターやってるとマジで生活不安じゃないですか、基本的に。お疲れ様です。はい。ね、すいません。だから、これ、まず一回気になるのは、会社員である今井さんとね、俺とで、なんか、金の使い方とか全然意味変わってくるんじゃねえかな、みたいな。まあ、それはその通りでしょうね。まあ、給料として予期できるお金と、いつ仕事入ってくるか分かんない状態だと、やっぱり、それは違うのは事実ですね。でも、それで言うと、基本的な RPG ってフリーランスなんじゃないですかね。勇者フリーランスなんですね。だけどさ、なんか、ドラクエの世界のいいところってさ、スライムが必ず、モンドとかの周りに行くと必ずいることなんですよね。仕事がある。部分があるけど。仕事あるし、報酬は必ず出てくるから、時間さえあれば、でも、まあ、出来高制ですよね、RPG。出来高制で、ある程度は、なんかもらえない、どこになんか仕事があるかっていうのが分かんないみたいなのがあったりするから。現実のね、仕事はね。そう、現実はね。だから RPG の場合って、まあ現実がさ、世知辛くケチになりやすい一方で、
じゃあゲームなんだし、もうそういうのなしにして思い切り金使っちゃいいじゃん、合流しちゃえばいいじゃんっていうのを、なんか理屈では分かるんですよ。別にゲームだしな、なんかもういきなり、まあゼロゴールドみたいなのになるぐらい散財してゲーム、ってかったアイテム買い揃えていいじゃんみたいなのって頭の中で分かるんだけど、なんかすごいためらうんですよね。それはだからっていう、あの16じゃなくてもそうだったけど、ね、うん、そう16じゃなくてもやっぱ基本的に余剰資金みたいなのをある程度貯めといて、で何かあった時のために使えるようにしておくラインみたいなのつい頭の中で設置しちゃう癖があって、なんかゲームでもなんかそんな現実の癖とか外せばいいじゃんみたいなのって頭の中で分かるけど、なんでできないんだろうみたいな、ちょっと自分に問うことあって、グランドセフトオートとかでさ、例えば暴力をゲーム中でできるっていう、現実ではできないような軽犯罪とか反社会行為みたいなのをやるとかいうのは、まあ結構それは全然できるし、やってみたらね、全然あるんだけど、金に関してなんでこんな感覚になるのかなっていう、まあなんか自分の中でそういう問いがあったりするんですね。まあ、じゃあその問いに答えるのは置いといて、各人のプレイスタイルについてちょっと聞きましょう。まあ、鏡さんは結構ガンガン使うタイプですけど、どういう感じですよ。まあ、もちろんそれはゲームによってっていうのはあるんですけど、RPG に関してはもうエリクサーバンバン使うし、まあ、特にドラクエなんかだと、結局街で最強装備が売ってるっていうのがもう本当定番になってるんで、その時々の街で、まあ、買える限り最強装備揃えて、お金すっからかんにして、まあダンジョンなり次の街なり行くっていうのが、もう、それより強い動きがないって知っちゃってるんで、そう、まあある種の、もう、最適化戦略ですよね、ドラクエの場合。そうそう。他に、新しい街に一番強い武器買って、ね、みたいな。うん、まあ、だからやっぱ佐賀とかだと、まあそうなってないんで、結局、ね。そうなんですよ。それは面白いんですけど、それが。まあ面白いんですけど。ドラクエはまあそこに関してはまあそうだし、そうするか、みたいな感じですよね。まあ、ドラクエ、FF とか古典的な JRPG っていうのは、基本的にはお金っていうものは貯まったら、その段階での最強装備買って、うん、で、次まで行ったらまた買って、場合に足りなかったらちょっとお金は稼いだり、売ったりしてって感じですよね。うん、そうそう。そうそう。基本的にそういうサイクルですよね。鏡さんも、まあ、例えば新しい街に着いた段階で、もう一通り武器とかも目いっぱい全部ギルがゼロに近づくまで買っちゃう感じなわけですよね。まあそうですね、まあ、出るときですかね。なんかたまに宝箱から出るから、まあ、うん、細かく言うと街出るときですけど、でもまあ結局そうですよね、うん、あんまり機械損失はなんないし、はい、まあまあ、ちょっと買って損したっていうのは、なんか買ったらその次のダンジョンになんか同じものが出てきたぐらい、まあ、そうでしょうね。うん、まあそれぐらい、まあでも売ることができるシステムだったら売ればいいと思うし、うん、私もそれが最適化戦略だと思ってるから、そうしちゃいますね、基本的には。うん、で、なんていうの？何を言おうとしたかね。まあ結局、JRPG に限らずゲームっていろんなパラメーターって、パラメーターのうちで何が一番重要なのかっていうことを考えるじゃないですか。はい。そうですね。リソースで。で、うん、まあ、レベルは蓄積して、レベルは別になんか他のものとか、変換できないから別に関係ないけど、お金っていうのは基本的には交換するためにあるから、持っててもなんか別に意味ない。うん、なんか、FF5 の忍者とかのなんか銭投げみたいな特殊な、ね、まあ、効果をあるものがあるのは別として、そうした場合、何に変えるのが一番いいのかって。侍ですね。うん。侍か。まあ、いずれにしろ、何に変えるのが一番いいのかって、RPG の基本スタンダード、DPS ですよね。うん。まあ、単性の場合は、一旦あたりの攻撃力。うん。で、そう考えた場合は、どう考えても武器に投資するのが賢くて、で、武器に投資したら、大体の雑魚戦も早く終わるから、結果的にお金も貯まりやすくなるって、常識的にはそう考えると思うんですけどっていう、なんか正論をぶちかましてますけど。うん、そういう経済サイクルみたいなめっちゃ考えてやるのがいいわけじゃないですか。そこに関して、まあ、だからどこに投資するかみたいなのめちゃくちゃ悩んでしまうっていう、まあ、ちょっと癖みたいなのがあって、貧乏症みたいなんで、なんかすごい長く一つのものを使っちゃうとかいうのがちょっとあるかも。なんか、ゲームそれはなんか、そうなんですけどね。
それはなんかゲームのシステム的に有利っていうよりもなんかそれを愛着を持って使うロールプレイってことですか？なんかまあゲームによりますよね。例えばまあオブリビオンだったりサイバーパンク2077みたいなやつだったら、はいはい、まあ愛着みたいなんでもいいと思うし、まああれは金貯めるよりミッションクリアしてたら勝手にアイテムが貯まるとかあるだと思うんですけど、うんね、でもやっぱあれでもやっぱちょっと金の使いどころまた独特ですよ、ね、てかまあそのオープンワールド系になるとお金の概念ガバガバになってなんかもうなんか存在がよくわかんなくなってる気がしますけどね。うん、そうですね。なんか使い道、あの、サイバーパンクに限った話だと、なんかあれってなんか使い道ありましたっけ？一応武器購入するときか。うん、買えますね。うん、でもいらないっすよね、正直。あれかなっていう。でまあ、あとはまあその改造、肉体改造するときとか結構お金使いましたね。そうそうそう。あ、そうですね。改造系の方があって、うん、基本武器拾った方が強いのがあったりする、ね。まあ武器はね、拾えますね、余裕で。うん。うん。もうちょいお金の、なんか良し悪しというのがなんか重たくなるなみたいな、なんだかんだ結構ドラクエとかやってるときそこそこ重い感じがあったけど、うん、FF だと比較的ファジーだったりするんですけど、ね、そうですね。だからドラクエの方が正直気を使ってるというかお金の価値を感じますよね、逆に。あの特にあれでしょう、あの序盤とかであのダンジョン行くときに薬草をある程度ストックしとかないと結構やばくなって、うん、ダンジョンで死ぬと戻されるから、うん、その辺のデザインはなんかクラシカルな RPG はお金は比較的重要なんだけど、最近のなんか RPG もはやお金っていう概念なんかいらねえんじゃねっていうぐらいなんか適当になってる気がするんだけど、どうなの？まあ私 JRPG っぽいもの最近のものやってないからあんまりわかんないんだけど。まあ16に関しては余りますね。うん、すごい余ります、うん。だからあんまり意味ないっていう。うん。で、まあ、そもそもが、なんか、ゲームのメカニクスとしてお金っていうのってなんであんのっていうのにあまり明確に、あの、位置づけがしてるものって少ないじゃないですか。だって、それはだって、アイテムに交換するの当然だったら、じゃあアイテムそのままドロップするとかでも別にいいし、お金の概念必要ないじゃないですか。なんかあくまでも多分 RPG っていうその雰囲気、のためにあるんじゃないかって思うこともあって、まあ逆にそれが、その RPG っていう、なんていうかな、中でちょっと少し変わったデザインとか問い直しがあるようなシリーズだと、お金がないっていうのもあったりしますね。最近、あの、たまたまですけど、まあこれ JRPG って言っていいと思うんですけど、サガスカやってたんですけど。ああ、サガスカやってたです。はい。あれ、お金ないんですよ。ですよね。そうですね。ないです。あの、その代わり、なんかその、属性ごとの、なんか、アイテムがあって、それで武器を強化したりするんですけど、うん、でもあれで十分で、お金いらねえよって思いましたね。まあちょっと、川田さんの場合はちょっとめちゃくちゃ行き過ぎてる世界だから、あんまり参考になるのかってわかんないけどもっていう。まあでも完璧ではありますね、あそこ、あの攻撃に関しては。あの、うん。すごい綺麗にまとまってると思います。あの、なんか不十分なシステムがないって感じがしますよね。不十分、不要なシステムがないというか。うん、で、まあ、そうですね。あの、うん、まあ、あの、歴代サガシリーズも結構お金の概念は結構特殊で、他の、あの、RPG に比べて。うん、なんか、例えば、ロマンシングサガ1にとってみると、お金あるんですけど、戦闘でもらえるお金がその微々たる量なんですよ。うん。うんで、その代わり、あの、宝箱の中にジュエルっていう形で、そのすごい高価なお金が入ってて、で、そのお金をいかにマネジメント、それは結構ね、多分、すべて取っても10か20ぐらいしかなくて、で、それをいかに分配するかがすごい重要になってきて、で、最強の武器とかもお金で買うんですよね、基本的に。うん、3ジュエルとか。まあ、あとね、ロマサガ2だったら、あの、そもそもお金は、あれですよね、王国に入れて、国庫に入れて、その国庫で、あの、どの武器を開発するかっていうので、ルートが全然変わってくるっていう。あれ、シミュレーションゲームみたいなシステムで僕はかなり好きでしたね。うん、面白かったですね。なんかその、施設を建ててみたいな。うん、あの、まあ、あの、洋芸だとね、例えば XCOM みたいなシステムもそれと似てて、うん、あの人間をその雇ったり武器を開発したりするお金と施設をあの強化するあのリソースが一体となって、で、そういうような、なんていうかな、
ゲームにおけるマクロプレイとミクロプレイ両方にお金をリソース使えるっていうのは非常にクレバーなやり方だと思うんですよ。うん、だってミクロプレイだけだったらそれって単に武器に交換するだけのもんじゃん。うん、武器に交換するか、もうちょっと永続的なパワーアップを図れるかっていうのはすごい面白いと思うんだけどね。まあ非常にボードゲーム的というかね。そうそうそう。ストラテジーっぽい。まあ言ってしまえばね、ボードゲームはその辺かっちりしてるけど、やっぱデジタルゲームって、まあ、かっちりしないって言ったら言ってしまうあれで。要するに、お金、パラメーターがある。JRPG のお金ってフレーバーなんですよ。まあ、そうですよね。だから、そういうニュアンスもありますよね。で、そのフレーバーの中で、そのフレーバーの、雰囲気に、なんか、飲み込まれてるのが火災なんだと。あれ、お金だと思っちゃダメですよ。あれよね。いや、まあ。だって、亡くなっても食事が食べられなくなるとかじゃないじゃないですか。我々のお金と違って。だから逆になんかドラクエとかロマサガみたいにお金のミクロとかマクロゲームプレイみたいなのが明確であるほど、実はそういう予期譜なんてそんなにないなっていうのはあって、ちゃんといいからかなっていう。まあそれでもやっぱちょっと使うのめちゃくちゃ悩みますね。なんかロマサガ2でさ、王国にある予算があるから、うん、でそこで術の研究所を建てますかとか、武器の研究やりますかとか、そこでどれくらいお金を使いますかっていうのがあるわけじゃないですか。うん、はい。その時はやっぱり結構一番悩むなっていう。あれ悩みますね。でもそれは結構いい悩み方で、うん、なんかエリクサー買うか買わないかみたいなクソみたいな悩みじゃないと思う。クソみたいな。じゃないですか。だってエリクサー買うか買わないか別にそんな悩まないでしょ。最下のかどうかです。使うかどうかの方が大きい。使えてるの？なんか、ゲーム内のお金って、そう、景気よく使えるのかみたいなところが、本当各人で、だから結構、今井さんとか加賀美さんとか話聞いてると、うん、まあ、そのゲーム中のルールだから、まあいいかみたいな、気軽に使えてるけどなっていうのはあるけどっていう。なんか、貯めといた方がなんかあるんじゃねえかみたいな。これなんか本当に個人の現実の癖かもしれない。なんか金がなくなると精神的にやばくなってさ、何をやったらいいかっていう選択肢みたいなのが見えなくなるっていう。貧すればどうするそれは現実であって、ゲームにおいてそれ起こんないでしょ。これをさ、ゲームに当てはめる必要はないのは分かってんだけど、なんか、ちょっと、余剰であったらいいんじゃないか。だってさ、同じボス戦でさ、俺は1万ギル持ってるけど、から余裕持って戦えるけど、0ギルしか持ってなかったら、焦って何したかいいか分かんないっていうピンチになるとかないでしょ。ないけど、ないのは分かってるけど、なんか、その先にいたらもっとなんか、適切なサブクエ的なものがあって、なんかじゃあ、クライブ1万ギル取ってなんか、立ててくれよみたいな。この復興させてくれよ街をみたいなのとか、なんかそういうのがあるかもしれないじゃないですか。FF15 にか16に関してはそういうパーティー協会以外のお金の使い道ってあるんですか？いや、最後までなかったけど。それちょっと別にネタバレじゃないと思うからさ、システム読んで理解しとけばいいじゃん。いやいや、まあ。そういうゲームじゃなかったんですよ。まあ、もしかしたらってことですよね。もしかしたら何かあるかもしれんという。クライブさんは、うん、それなりの地位の人だから、そういうお金の使い方もするかと思ってたってこと？いや、そういう、そこのロールプレイじゃなくて、もう完全に自分の、なんかそういう、お金のプールしてることに対する、なんかこう、ある程度、ギリギリのお金がある程度残ってるないと不安みたいな癖ですね、本当に。ちょっと、これ他の人があんのかはあんまわかんないし、だいたいみんな、ゲームによって、ファイナルファンタジー系だったらもう、思いっきり全部街に、新しい街に行くたびに全部お金をゼロになるまでやるか、それとも、一応は、まあ、ギリギリ5000ギルは残しとこう、2万ギル持ってたけど、1万5000ぐらいはもう使うけど、みたいなルールを敷いてるのかとか、この辺の心の動きが気になるんですね。みんなの、こういう、いろんなゲームのお金に対する。心の動きというか、少なくとも JRPG とか、そういうランダムエンカウントあるものはさ、お金自体貯めれるから、そんな心配しないけどね。うん、なるほどね。まあ、稼ぐ手段がある。稼ぐ手段がないやつは、非常に悩みです。そうですね。ロマサガとかね、なんか結構、ああいう悩むやつの場合は、もうどうすんだっていうことがもっと恒常的になるというか。まあ、あとは。フリーランスやってるようなっていう。そうですね。
4X ゲームとかはやっぱもっとあれですよね、深刻な重要なね、重要なリソースだよね。モンステラリスとかシビレゼーションとかはもう普通にお金がないという状態はその分だけ他の国より弱いってことですから、うんうん、まあ、端的に言って行動ができなくなってしまうよね。何もそうそう、だまあそういうゲームとかだともっと深刻に悩む必要が出てくるし、あの将来入るかどうかも分かんないからっていうので、まあそういう意味ではさっき、まあ、今井さんも言ってたんですけど、まあ後で入る余地があるようなものは別に先に使ってもまああんまり痛くないかなふうに考えちゃいますね。そう、なんかそういうシミュレーション系とかでなんか思いっきり使っちゃうぜみたいなのってみんなそんなやらないじゃないですか。ゲームだからこそ散財してやるぜみたいなとか、うん、むちゃくちゃ金使い方やるぜみたいなことっていうのは大体 ためらい出るじゃないですか、当たり前だけど。なんでまあだってそれゲーム進行できなくなっちゃうんだもんね。だから そういうリスクみたいなのが明確であるほど、なんか金に関しては割とプレイヤーの癖みたいなのがすごい出るんじゃないかっていう、シミュレーションやってても RPG やっててもっていう気はすごいしてるんですけどね。まあただまあそのね、最初鏡さんが言ったみたいな最適解みたいなのはある程度出てくるんじゃないの、うん、まあその 4X だったらそのお金っていうリソースをまず重要なのは、その内政的な、生産関係に分配して、じゃあある程度戦争を勝たなきゃいけないから、軍事に分配してみたいな割合。まあその割合によって、なんかその、なんていうかな、文明国家なのか、ちょっと、野蛮系国家にするかっていうのは多分変わってくるけど、まあビルドだよね、ビルド。ビルドのスキルポイントみたいな扱い、うん。お金が。うん。なあ、でも確かにね。まあでもどっちかっていうと、だからその最適解の話っていうよりも、笠井さん的には、その、まあ、ロールプレイとか癖とかな、そうですよね。どうしてもやっちゃう。あるんですかね。うん。最適解プラス、なんか自分の癖みたいなのが混ざってる状態なのが、なんかいろんなゲームで、なんかお金とかそういう金を使ってシミュレーションしていくっていう、ゲームプレイの中に混ざってる状態の悩みが、なんか俺の中にある。っていう深刻そうですね、だいぶ。根っこが深そうな。いや、難しく考えすぎだよ。ゲームはゲームだよ。そうなんだよな、っていう。お金っていう名前ついてるけど、お金じゃない、みたいな。だから結構ゲームやってる中で、やっぱりなんか、お金に関しては、基本的にゲーム進行に関する、すごいシリアスな問いが密接に入るわけじゃないですか。なんか、グランセフトみたいな、なんか、反社会行為で車盗めるよ、周りの人殴れるよみたいなのって、そんなに実はあんまり大したことではないんだなっていうのを、なんとなく後で感じてくるというか。ね、え、でもお金は重要だってこと？そう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 っていう感じかな。それは なんでなの？いや、なんかちょっと、あんまりなんかね、あんまりなんか同意されてない感じがして、ちょっと、おかしい。いや、同意してないね。むしろ悩み相談かなんかみたいな話。そんな話になってるの？いやいや、まあ。まあ、ちょっと話ちょっと、まあ、広げてて、なんか、エリクサー最後まで使えるか使えないか問題みたいなのとか、あるわけじゃないですか。うん。うん。ああいうのもみんなどうなんですかね。俺も、これやっぱちょっと考えちゃうところですね。使いどころみたいなところが、多分存在するんだなっていうのを見て、ここしか使うことないだろうなみたいな時だけ。あれ、よくわかんないのさ、セーブしてないの？その、使う、その戦闘の前。いや、そう。だから、なんか、よくわかんないのは、つまり使ってミスったらね、やり直せばいいけど、使って成功した時に、あ、使っちゃったって思う不安なのだよね、あれ多分。いや、なんか。あの不安がちょっとよくわかんない。使いもしないんじゃないですか。使うことすらしないんじゃない？あ、使いこともしない。うん。じゃあなんでそのアイテムあるんだよって気がする。そうなんですよ。結構こういう悩みがあるっていうことは、だからなんか少なからず持ってるアイテムとかお金に関する、なんかどう運用していくかっていうことを悩む人っていうのは少なからずいるんじゃないかっていう気がする。うん、それはいるんだよ。それはいるんだけど、うん、だからゲームをクリアするとかゲームの目的に対して素直に考えればその悩みはちょっとなんか杞憂っていうか無駄っていうかね、無駄っていうと失礼ですけど、考えすぎ考えすぎ考えすぎ、だって
まあ逆に私はゲームを最大限に楽しむんであったら、すべてのアイテム1回ぐらい使いたくないですか？まあそれはわかります。まあというか我々仕事からなるべく、ね、使わないとね、レビューできないみたいなところちょっとある。うん、そうそうそう。必殺技でも何でもそうだけど。広めたくなんない。なんかラストエリクサーみたいなちょっと使ってしまったって、あーっつう感じで。へそくり全部使って、全部バケンに変えてしまったぐらいの気持ちになる。あと、まだ理解できる、なんていうかな、不安は、ラストエリクサーとかエリクサーとかって一点ものの、まあ、それって回復系のアイテムだけど、まあ、状況を一変させる、そのね、虎の子一枚をそこで叩いて、それがラスボスだったらいいんだけど、その後に違うボスとか来て、同じような状況になったらピンチで勝てなくなると、ドン詰まるとかはわかりますよね。まだ。うん。まあ、そういう器具でしょうね。そういう器具をみんなしてるんでしょうけど。これでも多分ラスボスでも使えないって人いるからね。そう、多分いるんでしょうね、うん。だからラスボスの戦闘中でもっとなんか超必殺技みたいなのが来て、ギリギリパーティー全員が瀕死ぐらいで生き残ってるぐらいのシチュエーションじゃないと使えないぐらいの人がいるんじゃないかって。そんなタイミングなかなか来ないですけどね。来ない。うん。だからまあ、クリアできるんできてますかね、大体一人は RPG。まあ、絶対。うん、だ格ゲーで言うと、うん、そんなギリギリでバーストとかしたらし負けるから早めになんかコンボから抜けろよと思ったり、まあ、あとゲージ、はい、そう読み合いもあるし、ゲージを持ち越してラウンド取っても意味ないじゃん、ゲージ吐けよと、ゲージ吐いて確実にそのラウンド取った方がいいじゃんみたいな、もうちょっとそのシビアな戦なんか対人ゲームとかやってる人にとってはやっぱりそういう発想あると思うんですよ。まあだから、抱え落ち問題とかになってますよね、そうそう、抱え落ち。ね、シューティングゲームがメインだけど、うん、その虎の子を持ったままゲームオーバーになったら意味ないじゃん。うん。だから、金あっても死んだら意味ないじゃんみたいな。そう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 、そう人生抱え落ちあるわけじゃん、この人生って。本当ですね。よく考えたら、まあ子供にね、なんか遺産残すとか言うことがあったらあるかもしれないけど、人生にも抱え落ちあるから、抱え落ちしてもしゃあないじゃんっていうのはあるから。そうだよ、それだよ。それで考えたらやっぱり使うべきだよ。だからここでさ、だから友人の周りとかでさ、なんか金がなくなってて、なんか選択肢が減ってるやつがなんか5、6人ぐらいいるみたいな、ちょっと俺の対人関係みたいな話になっちゃったけど、そういうのを見るとやっぱ、うん、これはまずいなみたいなのが考えがあるからかもしれない。ちょっと。なるほど。そういうのがかすめる。そうそう、能力を。能力まあ、現実のお金はそういうことあるとは思うんだけど、だってね、明日食べるご飯にもお金はかかるわけだけど、ゲームはそう考えなくてもいいんじゃないっていうか、だからゲームのお金はその、なんかその、生殺与奪権のリソースじゃないんだよ、結局。まあその場合が多いですね。だけどゲームにとってなんか負けみたいなのとか、うん、なんかうまく進まないみたいな瞬間みたいなのが来ると、なんか怖いな、みたいな。でも、最近のゲームでそんなゲームあります？なんか。なんだろうな、なんか、コスト感覚みたいなところがもっと明確であるほど、本当は実は気が楽みたいなとこあるかも、なんか話聞いてて。でも、まあちょっと僕も6でちょっとやり始めたとき、まあゲージの抱え落ちみたいにしたんで、うん、あんまり意味ねえなっていうのは、まあなんとなくわかるっていうことはあるっていう。でも逆に、ホールアウトとか初めてやったときに、お金が、途中で足りなくなるとか、なんか異様に高いもの売ってるとか、そういうの見た瞬間の方がときめきましたけどね。なんか逆に。要は。じゃなくて。そうそう。そう、なんかだから買えないことにときめくっていうか、だからドラクエとかだとちゃんと階段になってるから、この街だったらこれぐらいのお金のアイテム売ってるよね、みたいなのが予想つくのに対して、ホールアウトとかだとこうフラッと行ったらもうなんかぬかランチはものすごい値段で売ってるとかあったりとか、に対して、はいはいはい、あ、なんか、このゲームは、こっちの懐事情を、あんまり参照しねえんだな、みたいなので、結構びっくりしたっていうのは、当時あった気がします。まあ、それは、うん、確かに、それは面白いね。うん。けどね。うん。うん。そういうので、逆にびっくりするっていうのは、まあ、だからゲームの、RPG の文法を知ってるからっていうことがあると思いますけどね。うん、そうですね。うん。そこはね。だからまあベセスだけでもやっぱりめちゃくちゃ今度は金が集まらなくて悩むみたいなになりましたね。なんか他の攻略法見ててなんかなんでこの経済効率みたいな思いつかなかったみたいな悔しさがあるとか
フォールアウト4で、例えばあの水資源みたいな大量に作っておいて、で水を生み出すみたいなの立てておいて、でそれ水を集めたやつを売ると一番儲けやすいんだみたいな、まあお金集め方法の一つみたいな。稼ぎね。なんでこんな俺が思いつかなかったんだろうなみたいな悔しさがあるというか。ああ、なるほどね。一日にやって稼ぐとかじゃねえんだろうみたいな。なんか今度はちょっと、ベセスだけだと金子の効率よく集める方法みたいなのが見出せない苦しみみたいなのがちょっと出てくる。すごい、だから貧乏症の一般人みたいな話なんですよね、この。金回りの使い方というか、ベセスだけとかになるとね、うまくやってる人を見ると嫉妬してしまうみたいなね。いやだから苦しい、結構どうすんだろうなみたいな、悩ましくないですか、なんか。でもそんなに別にそれあの武器とかが揃わないからって、そんなに極端にさ、どん詰まることないでしょうよ、最近のゲームは。ないけども、それでもちょっとあるっていう。初期武器でももうなんとかなるみたいな。うん、まあなんか、まあ RPG っていうジャンルは昔は結構リソース管理のゲームだったけど、今はやっぱりオープンワールドも含めてかなり体験重視型みたいになってて、そのユーザーになんかそのリソースが足りないことによって何かできないってことはあんまり、なんか基本的に嫌な気持ちになるだけだから、作ってない気がしますよね。エルデンリングとかってどうだっけ、あれです、あれか、ソウルだっけ、ソウルってか、あれだっけ、まあ、ダークソウルシリーズはね、もう基本的に経験値とかに一緒ですから。そうですね、あれね、クレバーだと思うんですよ。うん、そうそう。っていうのは、結構そう思いますね。レベルと、なんか、なんていうか、お金って、どちらも戦闘によって貯まるって、レベルの方は蓄積型、お金の方は、まあ、その減ったり増えたりするっていうんだけど、まあね、ロストっていう概念があるからこそ大切だっていうのが本当に思うじゃないですか。うん。ね、そこはすごいうまいというか。ね。やっぱ一元化するのが正しくて、うん、お金と経験値がそれぞれあるって意味はわかるんだけど、ゲームシステムとしては無駄だと思いますね。うん、まあ、それでもやっぱりお金っていうシステムを置くことによって、ギリギリその世界観がちょっと現実的になるものと、なんか扱い方というかね、こう運用の仕方みたいなのを緊張感を持たせるっていう意味で、いまだにお金っていうシステムは強いんでしょうねって思いますね。まあ緊張感わかんないけど、なんかまあよくドラクエの中でさ、これ有名なブログの方がやってますけど、薬草の値段からドラクエの世界の経済を調べるみたいなあって、うん、そういうリアリティの引っかかりにはもちろんなりますよね。物価がどうなってるかとか。あの世界の人たちもお金使って交流してるわけでしょ？勇者だけじゃなくて、うん。そういうのを考えるのは面白いけど、たださ、別にドラクエもそういった世界観のうちでお金っていう話を明確に何か、作れてはなく、なんとなく持ち込んでるだけだし、そもそもなんでモンスター倒したらお金もらえるのみたいなの全然説明ないじゃないですか。うん、もうそういうもんっていう感じですからね。そういうもんだよね。そう。なんか RPG 内経済圏みたいな。だから結構、だからつってなんかリアリティ高めみたいなゲームにして、まあ、例えばモンスター倒したら素材が手に入るっていうことにして、で、その素材を売ることによって初めて利益が出るみたいな風にしたりするゲームもありますよね。まあそうですよね。まあ、モダンなゲームはそういう方針に行ったり、あとは討伐することによるなんか報奨金みたいな発想、うん、まあそれは悪いシステムではないのかもしれない。その世界観を説明するために。リアリティの担保ではあるやつ。うん、ただなんかその行為があるからつって、なんか俺が嬉しいかっていうと、別に実はそういうコストでもなくてっていう。じゃあ JRPG の中のお金自体が好きなんだよ。しない実は。気になってしまうんだ。なんか JRPG 自体、あとはまあ基本的に、もう今井さんが忠告したように、まあ基本的に緩くしてますよね。もうなんかお金でギリギリの選択肢をやらせる必要がないがゆえに、なんか、うん、勝手に悩んでるだけかもしんない、俺が。いや、まあ、いや、昔は結構シビアだったんですよ。最近はまあ、あまり厳しくないですね。ただ、ドラクエはだから、ワン、ツー、スリーぐらいは結構、金欠状態って、頻繁に発生しますよね。うん。だからあっちの方が、ね、悩みが深刻に選ぶっていうのは多かったと思います。うん。そう。いや、ここで、なんか、しかもなんか、一番強い武器と二番目強い武器を、二番目で妥協するかどうかみたいな判断が、
ドラクエ3のロマリアあたりで発生するんですね。鋼の剣を買え、鋼の剣買うか買わないか問題かみたいな、この段階で、みたいな。そうそう。それぐらいだとやっぱり、その時代だとやっぱみんな悩むじゃないですか、さすがに。まあ、まあね、あないのです時からは、ね。そうそう知らなそう。いし、みんな。知らないし、まあ、あと実際買える条件がお金以外なかったからね。まあ、敵のドロップとかがあるわけじゃないし、先の洞窟の宝箱に強い武器が落ちてる保証もなしみたいな。まあ、あと、なんか、最初のオリジナル版のドラクエ3は結構雑魚敵で死ぬから、なんか、ロマリアあたりに行ってさまよってて、なんか金貯めようと思ったら死んで、金半分になって、さらに死ん、どうか、それこそ貧すればドンする状況が普通にあった気がしますね。暴れざるとかに殺されまくるみたいな。昔のファミコンゲームシビアでしたね。地獄みたいな世界だ。かなりおっさんトークになってきましたよ。で、そこで、お金を、使わずに、敵をいかに殺すかっていう方法で、魔法使いに毒針という比較的安価な、武器を持たして、毒針で一撃死させるみたいな、なんか、レベル上げと金を稼ぐ手段とかありましたけど、まあ、かなり、もう、おっさんの知識ですね。思い出深い話です。はい。IGN ジャパンの喋りすぎゲーマーの年齢層って、僕あんまり参加できてないか分かんないですけど、どんぐらいなんですかね。多分まあ、昔のこともみんな知ってると思います。はい。このじゃあ、世ちょっと、代が入ってないんじゃないかっていう気が。話がだいぶ、ずれてきたんで、この辺で、一旦終わらせましょう。じゃあ、皆さんも、ゲーム内のお金使えますか？存分に。それともゲーム内の貴重なアイテム、存分に消費系ですけどね、使えますか？いろんな意見ください。その他にも何かこういうテーマでやってほしいとかいうのをお便りお待ちしております。いください。はい。ちょっと俺がおかしいのか、それとも今井さんたちが普通なのか明らかになります。皆さん。いや、でも、それで言うと、別に、おかしいとかじゃなくて、我々と、僕と、トシンさんの立場は、ゲーマーとしての標準的な遊び方っていうのは多分あるっていう主張なんだよね。ちょっと早解きしなきゃいけない時もありますからね、やっそうぱそうね。そう。そう。なんか効率化して、別に、それが正しいわけじゃないんだけど、まあ、ゲーマーとしては考えたら、それを、まあ、DPS を高めるためにお金は、武器に投資でしょっていうのは、ある種常識になってたと思うんだけど、別にこだわりを持ってプレイする方が別にお金貯めたいっていう人の気持ちもわかんなくもないし、あえて防具に投資するって、まあ防具に投資する意味は俺は全然わかんないですけど、まあ見た目変わるとかじゃなければ。背が強い意見な気がするんですけど。いや、まあ。でも、まあ普通に考えれば攻撃で相手を先に倒した方が有利だから、みたいなまあ、それ話にはなるよ。全然いいと思うんですけど、防具は買わないよみたいな。までは、やっぱちょっとバランス取っちゃいますね、それでもね。ああ、まあ、それはわかります。両方とも分配してね。ただ、どっちが重視するとしたら圧倒的に武器だなっていう印象はありますけどね。はい。まあ、単性の RPG だったらその方がいいですよね。そうですね。よっぽど相手の攻撃が早く来て、耐えなかったら死ぬみたいな状況じゃなければ。じゃあ、とりあえずこの話題は一旦終わりにして、ここからはお便りコーナーにしたいと思います。前回の回は期待を超えたゲーム、超えなかったゲームですかね。こちら、かっかみさんが出てましたが、まずは、普通のお便りからいきます。FJORD さん、ワイルドハーツは期待以上でした。戦闘は死にゲーに近く、クラフトでどのような有利状況を使ってしのいでいくか非常に楽しかったです。キャンセルや無敵を駆使するアクション性の高さもそうですが、武器の、どのルートで派生させるかのビルド要素、フィールドにジップライン、ファストトラベル先となる拠点を自由に築いていくインフラ整備もユニークだったです。そんな。ワイルドハーツは結構今年のダークホースですね。これ今井さんやってましたよね。ちょっとだけやったけど、思ったより確かに面白いなっていう、もっとやり余裕はないですね。なる他ほど。にはですね、まあ、この点の、期待以上だったゲームはかなりいっぱい上がってて、1個ずつ、上げるのも難しいぐらいなんですが、どんなのあります？他に。他に、まあ、アストロプレイズルームとか、まあ、これはよくわかりますよね。最高です。PS5 の、要するになんていうか、機能紹介用のデモみたいなものなんですけど、思これっでた以上にも、もよくできてるって。
期待っていうかも一番好きですね。あ、いいですよね。期待っていうかも入ってたから、うん、あ、こんなゲームあるんだみたいな感じでした。入ってたゲームに関してあまり別に面白いと思わないじゃないですか。まあそうですね。だから存在を知らなかったから。え、マジで？いや、つまり、その、なんでしょうね。あの PS5 買って起動した瞬間にポンって出てきたんで、その時初めて、これ遊べるんだみたいに思ったみたいな。あ、はい、ちょっと知ってたかな。でもなんか本当にびっくりしましたね。でも、まあ、確かに僕も超期待以上でした。はい。うん、なんかあれぐらい、あと、はい、どうぞ。使ったゲームがないから、もうちょい、プレイステーション5、ハプティクスを生かしたゲーム出てきてほしいっていうのが、ちょっと僕のずっと願いなんですけどね。なんかあんまり、振動機能とか触覚機能って、作る側ってそんな興味出てこないのかな、ちょっともったいないと思うんだけどっていう、スイッチも、うん、まあ、ユーザー側もそこまで興味あるのかってよくわかんないですけどね。いやでもこれ掘り下げたら絶対いいのができるから、なんかやってほしいですね。アドベンチャー系みたいな人。アドベンチャーか、うん。ゲームの振動機能みたいなのって、なんか車が走ったらすごいエンジンが動く力でとか、攻撃が当たった時震えるとかぐらいしかあんまりなくて、もうすごいもっと繊細に表現できるようになったわけじゃないですか。うん、まあそうですよ。まあだからソニーのファーストパーティーもその辺頑張ってるんでしょ。リターナルとかは頑張ってました。あと、はい、思うんだけど、なんかちょっとみんなある程度触ったら、まあ一応新しいハードのなんか特殊機能一つでしょってことで、だんだんやんなくなっていくっていう傾向あると思うんですけど。任天堂ハードと同じ現象でしょう。そう。いや。俺はそれに関しては、結局のところユーザーが求めてないと思っています。いや、でも、ユーザーが求めてるんじゃなくて、ユーザーに気づかせるっていうのが、なんか作り手の考えでないのかなっていうのが。あ、まあ、いや、あるかもしんないけど、基本的にさ、ファーストパーティーだとさ、自分たちのハードのさ、魅力を紹介するっていう、大義名分あるけど、サードパーティーにとっては、そんなところに投資してもしょうがないじゃん。それよりも美しいグラフィックに、投資した方が、売れる可能性高いと思うわけじゃん。こういう触覚の機能みたいなのってあんまりなんかゲームでインタラクションっていうことがゲームの魅力な割にはなんか人間の特に触覚に関することってインタラクティブなことに絡む機関じゃないですか、五感の中で、ね、うんうん、もちろん。なんかだからこそ触覚になんか今のなんか代表的なソニーとニンテンドーのプラットフォームが開いているという以上なんかできるんじゃないかっていう、ニンテンドーさんの方は例えばもっといろいろやれてるところはあると思うんですけど、ちょっとハプティクスフィードバックのはもうちょいなんかできるんじゃないかなっていう、なんかちょっとインディーの人たちとかアート系ゲームとかの人たちとかなんかできるんじゃないかなって思ったり、まあ、僕もそれは思いますけど、うん、まあでもやっぱサードパーティーがそこまでやってないのが現状ではありますよね。まあまあ、インディーとか、うん、インディーとかで別に商業的なプロジェクトじゃない人たちが挑戦するのはあり得るとは思いますけどね。だから、うん、商業的じゃないプロジェクトの人たちがハプティクスもうちょい気軽に開発できたらなっていうのをちょっと遠目に見てる個人でもやろうと思えばできるんでしょ、そのそれぞれのコントローラーの API とかがあるんで。うん。まあ、うん、まあ、すごい、なんていうか、これも商業的な理由で申し訳ないんだけど、プロモーションしにくいよね。あとかもっとやり方あると思うんですよね。なんかゲーム。触ってみたらわかるっていうのは。絶対できる。そうそう。いや、では絶対できるやつがあるから、うん、考えてるやつ、他にいると思いたいんですけどね。なんか、口が、まあ、それ、気になってます、僕は。それよりも、なんか既存ゲームの中の追加要素として入れていく方が、まあ、私は現実的だと思うんだけど、フィッシングゲームとかね。うんうん。まあ、いいでしょう。大体それじゃないですか。なんか、もうちょい、なんだろう、なんか単純じゃない触覚体験みたいなのが、アストロズプレイルームとかやったとき、これ、もっと細かい体験できるんじゃねえかなっていう可能性がちょっと感じられたんだけど、なんかやっぱりなんか普通のパンチが当たった時手が震えますとか、ダメージ受けた時に震える感情がありますとかに絞られちゃうのはちょっともったいねえなっていう、すごいいい繊細なものが、うん、まあね、繊細な解析料理みたいなのが作れるかもしれないのに、なんか結局でかいハンバーグとかになっちゃうみたいな。いや、だから繊細な解析料理はやっぱりユーザーとしては求めてないでしょうね。いや、これなんか、
まあでもそんなん言ったらイコとかだって別に本当はあの当時のゲームユーザーとかって誰も求めてないとか想像してなかったと思うんですよね。だから、うん、誰か作れる気がするんだけどなっていう。なんか考えてる人はいると思いますよ、絶対。それは。うん。そう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 。うん。なんかもったいないなって感じがするので、まあ、ちょっとダウンロード1000倍とかで、なんかある程度安い金額とかで誰か、ちょっとソニーさんでも認定、まあでもね、そこ追求したやつやってくれないか。まあPS5 1000倍になっちゃうのが若干あるで。そうだね。辛いっすよね。それだ、うん、今後 PC とかでも専用のコントローラーで触覚体験が増えるものっていうのはある程度準備中みたいなのは見ましたけどもね。ああ。そこも含めて、まあから今後はちょっと触覚っていうのにフォーカスしたものっていうのは、まあ、個人的に気になってます。はい。じゃあ次いきますよ。はい、まあ、あと、他に上がってるのはサイバーパンクとかですね。まあ、サイバーパンクに関しては、おおむねみんな思ったよりも良かったっていう、ね。ああ。なるほど。はい。はい。あと、たまたま今日の話に出た、サカ・スカーレット・グレイスの話も出てましたね。ああ、いいです。サカ・スカーレット・グレイス、今時こんなにオーソドックスなゲームプレイでいいのかと思ったら、思った以上に面白かったと。うん。いいでしょう。なるほど。はい。オーソドックスなのか あれは。タイムラインを駆使したバトルシステム上の掛け合いなんて古臭いというふうに思ったらしいです。戦闘画面は結構古い感じしますよね。パッと見は。そうですね。うん。なんか結構思い切りがすごいというか、ちょっと川田さんのゲームデザインって妙だなっていう。うん、いや、あれすごいですよね。TRPG 的な戻り方でもないし、うん、かといって、話は TRPG だと思いますよ。話はね。うん。戦闘システムは JRPG の研究した結果、ああなるっていう感じですけど。そう。だからその結果、買わず、武士のゲームデザインというほかない、うん、すごい妙なことになって、なんかベセスダ的なるものとか、なんか欧米の RPG 的なるものとかとは全然似て非なるもの。まあ、ターンベースですからね、基本的に。うん、ターンベースを極めし男みたいなところです。本当ですね。まあ、あと自由度とかっていう問題というか、うん、世界にどう介入するかの問題とかも含めて、川津さんって本当、作ってきたゲームデザインの形成なんだろうな、見てるとすごい不思議な人ですよね。うん、まあ、ゲームの世界観とシナリオの設定に関しては、まあ、わりかし妖芸に近いんじゃないかって思いますけど。一個一個見ていくと、やっぱサンプリング元分かりやすいんですけど、そんなレベルでくっつけるんだみたいな、その調理の仕方とかは異常ですよね。だから、あと、取捨選択とかもめちゃくちゃ。はい、そうつながるのかっていう異常さですよね。うん。はい。なんか、ほんとちょっと分かんないですね。はい。はい。じゃあ、お便りコーナーは以上にしておきます。皆さん、また他の質問等よろしくお願いします。はいはい、ということで、今回のしゃべり CM はここまでとさせていただきたいと思います。今回のテーマ、ゲーム内のお金や貴重なアイテム、使えますか、使えませんかっていう質問というか、テーマでした。皆さんも、はい、このテーマについて何かコメントあったら、コメント欄よろしくお願いします。それじゃあ、はい、以上で終わります。さよなら、バイバイ。さよなら。